ガチンコバンドクラブオムニバス CD バンド秘宝館発売記念イベントがタワーレコードで開催された。しかしお祭りイベントのはずがまさかの展開が待ち受けていた。ただもうこれ以上審査はないし、なんと今日は今までのバンド一回解体します。そうで、解体です。ついにここまで来ましたね。そうですね、ついに、しかもこの時期にかぶってしまいまして、はい、私、奈良屋でございます。よろしくお願いします。2期生プロデューサーの高知です。よろしくお願いします。そしてプロデューサーの東郷さんでございますね。はい、東郷さんです。今日はですね、ちょっとしたトークと、ミニライブ、で今日はもう、お祭りなんで、これは、皆さんに感謝の気持ちを込めて、特に誰を落としたいとかありません。あ、ない。安全日。はい。安全日です。安全日です。はい、ただもうこれ以上審査はないし、なんと今日は今までのバンド一回解体します。今日で。解体です。うわ、どうなるんだろう。はい、今日解体なんで、最後のね、バンドで最後のこう触れ合いを、解散ライブみたいなのが、はい、そうです。というわけで、はい、じゃあ早速ですけど、各今日で解体するね、バンドを呼びましょう。はい、じゃあまず後戻りできないのメンバー、上がってきてください。後戻りできない。一人一人ね、このプロジェクトをここまでを上り詰めて、この景色も含めて、ね、感想を一人一人名前言ってね、回していこうか。はい、ガチンコバンドクラブ2期生バンド後戻りできないのベース&ボーカル、秋葉より12、3歳ぐらいです。はい、12、3歳くらい。この度はありがとうございます。やっね、ガチンコバンドクラブ2期生後戻りできないソンガーで8ビットガールの辻村春菜、10歳です。楽しいです。今日頑張ります。バンド解体嫌です。楽しくていいね。はい、そして、はい、ガチンコバンドクラブ2期生、後戻りできない、SG です。はい、今まで参加させていただいて、すごいいい経験をさせていただいております。この先もずっと、続けていきたいです。よろしくお願いします。はい、ガチンコバンドクラブ2期生バンド後戻りできないドラム担当市木和です。18歳中学生です。このまま続いていきたいです。よろしくお願いします。はい、なんちゃら診療所。はい、診療所。はい、どうぞ。なんちゃら診療所、はい、出てきてください。いいやかな、ちょっと待って、やりましたね。ストップザミュージック。なんか今の感じもまとまってますね。まとまってますね。ねえ、こんなリハーサルなかったですかね。なんかいい感じですけど、じゃあ一人ずつ名前とね、じゃあちょっと。ずいぶん慣れてきましたね。はい。なんちゃら診療所、ベース銀ちゃんです。銀ちゃん、よろしくお願いします。なんちゃら診療所、歌唱木魚お経担当の音木宗志と申します。よろしくお願いいたします。このね、プロジェクトに対する総括、今日で解体ですからね。はい、どうぞ。総括を言ってもらいたいですけどね。僕の二人は名前言いたかったわけですね。それ聞いてなかったですね。はい、喋っていいですよ。なんちゃら診療所のギターの庄司です。はい。解体ですよ、今日で。どうですか。せっかくまとまってたのに。いや、泣いちゃいそうですね。もう来てます、うるうる。早いですね。いろんなことがあったので。いろんなことありそうですね。泣かないで続けてください。ね、今日は。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。なんちゃら診療所、キーボード担当のリサです。はい、はい、本日は、ご来場ありがとうございます。ガチンコバンドクラブ、たくさんのいろんな経験させていただきました。今日はみんなで一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
なんちゃら診療所ドラムス担当のがっちゃんです。メンバー、素晴らしいメンバーに恵まれまして、大変いろんな経験させていただきました。そしてたくさんの方に応援いただきまして、本当にありがとうございました。これからも頑張りますので、よろしくお願いいたします。プロジェクト中には完璧になった。最年少ですね。そうです。2番目です。2番目ですか。はい、還暦を迎えました。還暦おめでとうございます。はい、なんちゃら診療所、ギター、ボーカル担当、リーダー、副長の真由夢乃です。皆さん今日はご来場いただきありがとうございます。このプロジェクトが始まって早1年と半経ちますけれど、このなんちゃら診療所のリーダーとして引っ張ってきて、ライブを繰り返す中で何度もメンバーチェンジがあったり、メンバー間にブロックされたり、いろんなことが本当にありました。あるね。が、まあ、いろんな、まあ、ブロックとか乗り越えて、すごくいいリーダーをさせてもらって、すごくいい勉強になったと思います。うん、バンドマン育成計画ですので、育成されたんだと思います。はい、本当にありがとうございます。これまでも、これからもよろしくお願いします。お願いします。はい、人間の育成っていうのもありますね、これね。そうですね。でも1年でね、いろんなことがあったってすごいですよね。うん、本当にありそうですかね。たった1年で、はい。ね、よかったですよね。うん、ちょっと待ってください。はい、いいですか。はい、どうぞ。イキセラプロデューサー、コージーなんですけど、はい、バンド解体ってことは俺も解体されるってことですよね。そうです。あら、今までありがとう。まあ、コージー君はコージー君でまた別の役割がまた出てくるので、はい、OK です。じゃあなんちゃら診療所さん、はい、はい、なんちゃら診療所、はい、じゃあ後ろに、はい、そっかそっか、いろんな意味のバンド解体になるんですね。次ちょっと女子が多かったので男行きましょう。はい、ペペ1番。ペペ1番、どうぞ。ペペ1番ドラム担当、小田ドリルでございます。ドリル、ウリ、このバンド組んでからドラムを始めたりと挑戦に挑戦を重ね、半分以上は空回り、リーダーもクビになり、でもそれ全てが身となり血となり経験となっております。ありがとうございました。いいですね、リーダークビっていいですね。はい、どうもペペ一番、ベースとナナミティナ担当しめさまです。はい、1年間楽しくできたんですけど、まあ、問題もありいろいろありましたけども、まあ、成長はできたと思ってます。皆様のおかげです。ありがとうございます。まあ、1年間ナナミティナの宣伝を知ってたっていうのはあるんですね。ペペ一番のホチミンでございます。はい、ベースギターが下手くそでクビになり、ボーカルを真剣にやってます。はい、はい、今日皆さんこんな時期に集まっていただいてありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ペペ1番のグレーレボーカルの鈴木と申します。はい、この1年間いろんなことあったんですけども、まあ大体蹴られたり縛られたりっていうのかな。そう、最初無知で叩かれてるだけですよね。そうですね、縛られてるっていう、まあ、そんなこんなで今、まあ、この4人で音楽やらせていただいてますので、まあ今日ラストって悲しいかもしれないですけど、これから先も何かあるかと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。次ですね、ニャンバラファイターズの皆様どうぞ。はい、皆様どうぞ。全員でかけてみるですね。皆様さあ、この皆様、ナンバーファイターズの皆様、このチームは、このチームはいろいろあったな。ニャンバラファイターズのギター、ボーカルの、担当のシャンチンです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いろいろちょっとメンバーが減ったりとかいろいろあったけど、それを乗り越え、いやー、バラバラになっちゃったよね。もうどうしようかなと思ったことが何回もあって、みんなバラバラ、ニャンニャンバラバラファイター、ニャンニャンバラバラ、ニャンニャンバラバラ、ニャンバラファイター。大丈夫そうですね。ね、バラバラになっても大丈夫そう。まあこれからも何があるか分かんないですけど、はい、頑張って続けていきたいと思います。わ、はい、かりました。はい、みんなに愛をマリリンビーム、マリリン姫でーす。今日1話が1話がいいですね。ありがとうございます。来てますね。うん、はい、ニャンバラファイターズで姫ボーカルを担当しています。はい、はい、どうですか、今のメンバー減ったりとかいろんなことありましたけど、うん、はい、この1年間、そうですね、すごく今まで歌のお仕事あんまりしてこなかったので、
いろいろ初めての経験をさせてもらったりとか。マイペースでできた感じですか？はい、楽しかったこともあるんですけど、でもその反面なんか嫌なことを言われたりとか嫌がらせされたりとかも実はあって、それは何？みんなことが外から、それともそのメンバーから？あ、そこはあえてはうん、なるほどね、はい、でもその分なんか強くなれた自分がいるのかなっていうのと、ね、うん、そして今日こうしてタワレコさんのイベントができてることに、うん、すごいとても感謝しています。おお、よかった。芸能人御用達開運印鑑の風間陰謀、宝くじの高額当選、ビジネスの成功、商売繁盛、開運に恵まれる人が続出。その話題性から多くのメディアに取り上げられた開運印鑑、通信販売も受けたまわり中。風間陰謀、汚れなきティッシュ、裸の女、綾良陽介、山あり谷あり、うん、おっぱいありって感じでしたけれども、あ、はい、あの今後もあのそれぞれの個性で頑張っていけると思います。よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、暴言担当つむごきです。唯一メンバーが変わってないバンドだったので、かなりあの絆が深まっているというか、うん、まあ、1人抜けたよね。ああ、ちょっと忘れてましたね、1人、はい、ババアが飛んだんですけど、まあ、いたね、ちょうど1年前ですね、ぶっ飛ばしたのがね、うん、あれから1年経ちましても、あの4人でかなり濃くなったので、ここで解体はちょっと悲しいですけど、まあ、最後まで頑張ります。はい、頑張って。手軽なティッシュ、なんだっけな、ライダー口、福山莉子で忘れてんのか。そうですね、もう本当に私もこのメンバーが大好きすぎて、他のメンバーだったらやっていけなかったかもしれないぐらい大好きなんですけど、はい、あの、もうまあね、うん、こういういろんな人たちがいらっしゃいますけど、でもなんか、まあ一人ずつ見ると結構面白い人たちがいっぱいいるなって、心を入れ替えて、もし解体されても頑張っていこうと思う。で、今日はですね、はい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 、ここからミニライブをね、やろうと思います、はい、楽しみですね、ミニライブやるんですけど、まあね、はい、全曲やったらもうこれ大変ですよ、大変なんで、うん、1曲をですね、汚れなきティッシュの、ほう、汚れなきロックンロールの、ほう、オールスターバージョンを、わー、これすごい作りましたので、お、全員が主役、バッターボックスに立てるというね、いいですね、はい、で、これ盛り上がっていきましょう。We'll be right back.
ね、ここで寸人を探してます。いざ渡るなら必ずだよ、圧倒の踊りできない。生きてるだけで精一杯、生きてるだけでいっぱいいっぱい、さあ、はい、コブンセットしてバトン、I'm not.
はい、ありがとうございます。大丈夫ですか？いきます、ハイポーズ、よいしょ。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、こういう最近なんか追加でもらいたい方、追加で買った方、これ今から買ってください。というわけで皆さんね、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。これファンもついたってことは素晴らしいことですよね。次回最終面談始まる。ついにオーディション終幕。